十日町市松台地域の犬伏地区に松尾神社があります。国道253号線から集落に入り、案内看板に沿って車を走らせます。神社は標高360メートルの松尾山の山頂に鎮座していて、車で行けるのは途中まで。集落から細い道を通っておよそ10分、登山道の入り口に到着します。入り口には徒歩20分とあります。熊も出るようなので、念のため鈴を持ちます。登山道はしっかり整備されていますが、入り口からいきなり急な坂の連続です。深い杉林の中をしばらく登っていくと鳥居があり、道はさらに続きます。松台地域では数え年で7歳になる男の子が松尾神社まで登って参拝し、健やかな成長を願う七つ参りという伝統行事があります。7歳の子供がこの急坂を登るとは大したものです。登り始めて10分過ぎ、道案内の標柱が現れます。神社まで約206メートル。几帳面な方が書いてくださったんですね。さらに進むと急に視界が開け、神社に到着と思ったら高圧線の鉄塔でした。でも道中で眺めを楽しめるのはここだけ。一休みしましょう。それにしても山深いところに登ってきたな。登り始めてそろそろ20分、登山道脇に鎖場が現れます。高さにして5、6メートルはあるでしょうか。聞くところによると七つ参りの男の子はこの急斜面を登るそうです。では私も。松尾神社に到着です。神社は平安時代に坂上の田村麻呂が沼川姫を祀るため創建したと伝えられています。戦国時代には上杉謙信も戦勝祈願したといいます。現在の本殿は県内最古のかやぶき屋根木造建築物で、国の重要文化財に指定されています。では